それでは、言語処理学会第24回、年次大会参加報告と題しまして、名古屋区立科学大学自然言語処理研究室の川田が発表いたします。それでは目次としまして、今回は研究興味を持った研究を2つ、口語会話文からの話題推定手法の提案と、メタファー写像に基づく物語文章の自動生成について、説明した後、その他気になったことについて発表いたします。ではまず、口語会話文からの話題推定手法の提案についてです。こちらは、一つの話題について、口語会話文から話題を表す語、これを話題語としていますが、その話題語を抽出することを目的としています。手法としましては、まず、口語会話文の中から名詞を抜き出して、その名詞に、TF-IDF の手法により、重みをつけて、その重みが式位置を超えていたら、話題語として抽出します。その重みが式位置を超えていなければ、語の抽象化という方法で、話題語を抽出いたします。その語の抽象化では、まずその先ほど TF-IDF の、重み付けで、重み付けをした際に、名詞の中で重い順に上位5つの語を、抽出してきます。そして、あらかじめ用意してある、名詞の語と、それに対応する、複数の、属性を付与してあるテーブルがあるので、そのテーブルの、そのテーブルを参照して、その5つの名詞句に対応する共通する属性を求めます。そしてその共通する属性からさらにもう一つのテーブルである、その属性、複数の属性と概念というものが対応付けられたテーブルを参照して、一番多くその抽出した属性、共通属性を含む概念というものを求めて、その概念を話題語として抽出するという方法になっています。この方法では、語の抽象化の方で雑音が多く、そのため精度が低くなってしまいました。具体的には話題に関係ない語ではないんですけど、その話題を表す語という面では不適な語が現れてしまったことで、精度が低くなりました。この研究に対しては、その、会話文なので、文の構造を用いるよりはその単語を優先して、求めているところに興味を持って、今回説明いたしました。続いて、メタファー写像に基づく物語文章の自動生成についてです。こちらの研究では、認知言語学の言語メタファー理論というものから、このメタファーは2つの意味領域間の連結であると捉えられるという前提で、物語の文章を生成していました。この2つの意味領域間の連結であるというところでは、例えばそのプロジェクト進行というものは迷路内の探索と結びつけられるそうです。また他にも、多数の、例えば多数の男子が一人の女性を取り合うといったような物語の、メタファーでは、そのチェスの、ゲームの進行が対応付けられるそうです。このような、メロ内探索であったりチェスなどの動作のシミュレートの結果から物語を生成することを目的としています。このように行う動作についての詳細ですが、例えば、プロジェクト進行であれば、その、まあ、迷路を探索していくうちにゴールに近づいていくと順調に物語が進んでいるというような文章を生成して、袋工事に向かっていたら泥沼に落ちるといったような文章を生成します。このようにすることで、複雑な物語の展開を生成することができます。またそのシステムを階層構造化することで、ゴールに向かっている、順調にプロジェクトが進んでいるときは、淡々とした風に進めるんですが、袋工事に向かって泥沼に陥った場合には、細かくまた別のシミュレーターを用いて細かく物語の展開を生成することができます。また、場面状況を保存しておくことで全登場人物の現状を抽出することができます。例えばゴールに近づいていたらそのプロジェクトは順調に進んでいるっていうことや、先ほどの、多数の男子が一人の女子を、奪い合うといった恋愛競争であったりあれば、チェックがかけられていたら対応人チェックをかけたコマに対応する人物が、
まあ、その女子に告白したとかそういうような現状を抽出することが可能になります。また物語の現状を途中で改変して引き続き物語を生成し続けることが可能です。これはシミュレーターの中で例えばそのチェスであれば駒を一つ取り除いてそのままゲームを進めるといったようなことで物語を生成途中で改変しながらも引き続き物語を生成し続けることが可能となっております。この研究ではその認知言語学といったところからそのような生成手法を考えているところが興味を持ち今回説明をいたしました。その他気になったことについてです。今回この自然言語処理のネジ大会には予約文生成のところに興味を持って参加したのですが、その際僕はちょっと小説文に対してのあらすじ生成などのものを考えていたのですが、どちらかというと今回発表のあった中ではニュース記事といったものやスポーツの競技の動向などを対象にして生成しているものが多いと感じました。また小説文に限って言うとむしろその予約文生成よりも文章の生成の方が多いように感じました。またその先ほどあったような先ほどのメタファー写像に基づく物語文章の自動生成の研究や招待講演であった非流暢な音声言語の規則性を探るといったところで認知言語学などの言語学の分野についての学習をして研究に臨むことで良い研究を行うことができるのではないかと感じました。以上で終わります。